なん,かめっちゃなんかめっちゃダブってたねえ待ってねえねえなんでさなんで夢さなんで夢はるかのことコンプしてんの <laughs> ねえさすがにさ面白いってはるか <laughs> はるか絶対にはるかサインしてね 面白自引きコンプしちゃったよ、はるか <laughs> はるかのコンプとあとかえりなぜか引きでダブったのとあとゆめたんとあとみゆのよりとあまなのう引きあとひなちゃんもなぜかダブり。 なん,なんで同期でなんで同期でコンプしちゃった面白いはるかありがとう出てきてくれて唯一のコンプは同期でしたコマありがとうございますこれさみゆ待ってみゆのさ生写真の引き状況を見てみ知りたい 今度劇場に持ってってさミュウとトレード大会したいんだけどさミュウってもうトレード決まっちゃったかなあ待って中盤さんありがとうマデータはありがとうございますありがとうえミュウ結構コンプしてたじゃあ交換してくれないかな 取れはしないしやばい夢ダブったのトレードしようとしてたでもさえこれこれ美るさんのコンプ絶対に作りたいんだけどえみ美かぶりなし待ってそれはダメだえ夢すごいダブったんだけどどうしてこれだけはさすがにコンプしてほしいコンプさせたい 絶対にコンプいけるよねまあ可愛いんだけどねよしこれ今度全部持っていこう うん、あなんか夢がめっちゃしちゃってい、うん、<laughs> なんか背景しか出てこないあまた夢が出てきちゃった <laughs> えちょっとじゃあおたとものみゆみゆに。 声かけてみよう <laughs>。あと福袋買った子いないかな ありがとうございますちょっとタワーをさお呼びする前に一回メールだけ送りますねサクッと。 今日1時間で終える予定だったんです,ですけどメール書いてなかったサクッと終わらせます待ってじゃあ自撮りします よしあっでん待って機種がさ古すぎてさ充電20%あったのに電源落ちちゃった嘘でしょんちょっとお待ちください 聞いいてくださいあのー、あのー、サブ端末なんですけどこっちがなんかこっちにも LINE を入れてるんですけど地元の友達とかこっちにたくさん入ってるんですなんだけど機種が古すぎて。 LINE がアップデートできなくなっちゃってだからさ通知は見れるんですでもだけど LINE が開けなくて困ってるんですよね今だから地元の友達からのさ卒業おめでとう LINE を未読無視してて でも来てるのは分かってるんです来て,るは来てるのは見えるんですけど返せなくてどうしよう申し訳ないハートありがとうございますちょっと機種が古すぎるが故に。 あそこでログインできるの？そうしようかな。じゃあ自撮りさせていただきます。 じゃあみんなゆめがメール書いてる間何か何か <laughs> ゆめの <laughs> ゆめの顔の中で好きなパーツでも書いといて <laughs> あ「あそれ分かります」みたいな「ゆめたんのあのあの歯の形がいいですよね」みたいな書いといて。 よし。あ、待って、ありがとう、みんな。あ、目、目が多いな。鼻の形が好き、ありがとう。ほっぺ、唇のあれ、あ、これですか。私の小さい頃じあの階段から飛び降りて作った手術だと。 横顔。眼球、眼球のサイズ。あ、頭皮。あ、どうも。よく褒められます。案外鼻が高案外って何ですかあ、前髪。ありがとう。眉毛。ありがとう。眉毛も。眉毛も大人になりました。マイク持ってる時の手。ああ。私、小指で安定させるタイプ。髪の毛、嬉しい。耳たぶ私、副耳です。割と。 どちらかというとあ美脚ありがとうあまつげ嬉しい曲によって出るアンニューな表情あら嬉しい白くてかわいいまばたきの速さが絶妙えっ期待ありがとう <laughs> えめえでもさ卒業前にさ前髪上げて公演してみたい え17日やってみようかななんか人生で1回はえ人生アイドル人生で1回は前髪出してみたかったの今まで出したことなくてえ十17日出してみようかな1回はやってみたかったんですでも今本当に本当に前髪ないの嫌でなんか何て言うんだ コンプレックスで輪郭がだから出したことなかったんだけどでも一回はやってみたかったあら当日券チャレンジするか嬉しいえ出してみる17日えみんな笑わないならやりたい。 やってみようかな<笑>,笑わん笑わんでダブルつけとるやないかい笑うわけないじゃん笑わないよありがとうえ今のでもめっちゃうそこれ 私が人生,人生じゃないアイドル人生で前髪出したのはあのひな祭りの「ひめニにーニャが頭おかしくなった配信」以来ですじゃあ17日おでこ出します 嬉しい。一回やってみたかったんですよね。やった。一回やりたかった。じゃあみんな十七日お待ちしてます。平日なので多分当日券と。 おかかしくなっったた配信すごかったもうさ多分人間の限界超えてたんだろうね怖かったな自眉の存在感消してここら辺に眉毛描いてたもんねえ確かに他のメンバーもさす確かにいいかもしれないグループ LINE だぜ呼びかけようかな17日おでこ出す人募集しますみたいな確かに1人で出すよりいいかも じゃめっちゃ頑張って眉毛描くねえ楽しみになっためっちゃお腹なった <laughs> 楽しみ泣きべその衣装とかえユニットの衣装どっちも合いそう でこだしフフ下げの字他にいなかった待 <laughs> って17日って誰が出るんだろう <laughs> ユナコ以外は割と NG じゃないと思う17日のさ出演メンバーが見たいんだけどさ スケジュールに登録されてない。どれで見れるの。あ、あった、あった、あった。十七日。ええー、みはる。さん。まりなさん。みゆ、ななみ、ゆめ、かほ、ひの。すいすい、もえ。ゆな。みんな行けそうやな。 みんなに「夢卒業するんだよ」みたいな <laughs>「夢卒業するんだよ」って言って夢 <laughs> のお願い聞いてくれるよね みんな誘ったらやってくれそうな人たち卒原 <laughs> <laughs> やってくれるかなみんなさみんなさじゃあさ <laughs> それとなくさ言っといてみんなになんかゆめちゃんが十七日全員で出子出ししたいらしいよみたいな言っといて みんなに返信,で返信とか SNS で言って「おでこいっぱい公園 みんな猫出しに抵抗なさそうな子たちなんか一度は見たことある子たちじゃないおでこ <laughs> おいらも前がいないから行こうかな <laughs> 来てください <laughs> 来てください, <laughs> ださい <laughs> あってもなくてもええわ ということでお待ちしておりますあ、お客さんもいいねお客さんもデコ出ししてきてね一回さ、お水飲んでくるねよいしょ これちょっと失礼じゃあすみませんお待たせして申し訳ないんですけどあのタワーのお礼をさせていただきたいんですけど1位から4位の方で合ってますかね もう表示されなくなっちゃった。当てるかな。 1> 1位から5位の方ですすみません危ないありがとうごめん待ってめっちゃさ待って言い訳していいめっちゃ同じところにね同じところにタワーがまとめて立ってて私の画面ではちょっと数がね分からなくてごめんなさいありがとうございます自己申告してくださって。 では1位から5位の方のお話をさせていただこうと思うんですけれどもじゃあまずはじゃあ5位の方からさせていただきますね。5位の方。ありがとうございます。ヒンジさんありがとうございます。とねこの方はですね私忘れられないのがあのなんか小説を書く書かれる趣味でね これ勝手て,てんかな分かんない <laughs> あのー、そなんかすごいなんて言うんですかねそういうな,なんか本を書くのもん本,どう本がお好きらしくてで自分でも書いたことがあるっておっしゃっててそれをおしゃべり会で聞いて「私ぜひぜひ読ませてください」って言ったらあ、全然作家さんではなくて趣味で なんか読ませてくださいって言ったら本あの送ってくださってしかもすごい気遣ってくださって何何編にも分けて送ってくださってでもたまになんかなんかパートパート7とかがこう送って送ってきてくださるんですけどたまに抜けててパート7の次パート9だったんだけどみたいな <laughs> すごいあの愛読者だったので。 あとそミステリー系のねあの作品を送ってくださったんですけどだからちょっと NG ワードに引っかかりそうなものを伏せずにしてくださったり <laughs> すごいあの気遣ってくださってありがとうございますあの本当に読むの大好きなのでまた送ってくださいあとなんかドラマがすごく好きでなんか毎シーズン なんかおしゃれかでふと物真似しゃでますねゆめちゃんこのドラマ見てるみたいな <laughs> このドラマはこんなところが面白くてすごいふわ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  <laughs> <laughs> 貴重な貴重なスルメ推しの方でしたありがとうございますとても貴重ですありがとうございます 続いて4位の方は正ささんありがとうございますこちらの方はですね推しがね6人ぐらいいらっしゃってですねでもその中でも夢が一番好きだって思うんですけれども <laughs> なんかでも私覚えてて覚えてるのがこの方の前の推しの方も覚えてて研究成功演の時に 当時その方が前の推しの子のセーター T シャツを着てサイリウム振ってる場面まで覚えててでその子が卒業して公演でよく私のサイリウムを振ってくださいになってな,なんかそうそのメンバーさんがなんか私とは全く違う,もう超美人の方だったからどうして私を。 押してくださったのかが本当にわからなくて <laughs> なんでですかありがとうございますあと苗字がすっごい珍しくてめっちゃフルネームで覚えてますわかったいろいろなんかインパクトのある方ですねあと <laughs> おしゃべり会で おしゃべり会でね「今日今日ツインテールマストで」みたいな言ったことがあるんですよそしたらあの日のおしゃべり会3人ぐらいツインテールしてくださる方がいらっしゃったんですけど髪の短い方でその中のお一人です勇者ですありがとうございますその説はすみませんでした <laughs> ありがとうございますそして 3位の方はですあこの方ねとってもねとってもねあのあのフフフ公演で私忘れ忘れもしないあのラブ修行で一回ね「あの日からあなたにラブ修行を」ってところで「あなたに」でレフェスンをさせていただいたことがあるんですよ。 したらすっごいかかったのだいたいあのさそれが悪いとかいいとかじゃなくてなんか一般的にはこうなんかレスしたらなんかこうやってサイリウム振ってくださったりはっみたいな感じだったり、まあ、もちろんもうこう地蔵の方もいたり <laughs> まあいろいろいらっしゃると思うんですけど初めてだったのこの方レスしたら っってやってやくれたのそれが超可愛くて <laughs> 忘れられないめっちゃ可愛かったそしたらハート作ってくれたのちょっとみんなもやってほしい <laughs>、ね、毎回メールの返信でなんかその日のその,そのメールに載せてる写真の感想をくれます今日の写真は 指がかわいいね <laughs> みい<ん>な <laughs> そんなおちゃめな方です <laughs> ありがとうございます癒されてました <laughs> さて2位の方あ二2位の方チューバーさんありがとうございますこの方はですねもう本当にお忙しい方でしてあの <laughs> 休日出勤のわい方なんですよ <laughs> で。でおしゃべり会って大体いい休日じゃない土日じゃないですか。で毎回もう、あのー、8部の終わりすれすれもう8部終わる受付終了5分前くらいにもう,もう慌ててもう,き、あのー、もうスーツでバックヤードで <laughs>「めちゃんお待出せごめんね今ちょっと仕事中で」毎回。 もう本当にありがとうもうもすっごいお忙しいと思うのにそう毎回スーツで明らかにバックアウトなんですよ。本当にありがとう。もうなんかもう毎回胸がいっぱいでした。すっごいあのー、もうな,んなんとしてでも私に会いに来てくださって愛しかない。あと朝早い部でも なんか「おはよう」みたいに来てくださってスーツ着てなんか公園なんかもう外で「今日はこんなに天気だよ」みたいな感じで見せてくださるんですけどでそれで「あ今日はおやすみ」みたいな聞いたら「いや今日このあと出勤だよ」って言われて「そう、お仕事前にゆめちゃんに会いに来たんだ」って言ってくださってそれが本当に嬉しくてなんか「今日ゆめちゃんにゆめちゃんに挨拶できたからお仕事頑張れる」みたいな。もう こっちがもう嬉しいありがとうありがとうございますあと X のアイコンが <laughs> おもろいです私のネタ写真をヘッダーも面白いです私マナのおいめいっ子にめいっ子 1>, まだのっこ1歳とか2歳くらいの頃にいないいないばあのワンワンだと思われて私夢が写ってる DMM をのみっこちゃんが見てて本当に1歳とか2歳とかですよネタとか何もわからない年齢ですよ夢のこと指さして「ワンワン!」って言ったんですってあのしかもワンワンってあのワンちゃんじゃなくていないいないばあのワンワンです あの白と緑のあお母さんと一緒かなネタとかじゃなくて本気でワンワンだと思われてっていう話をすごく気に入ってくださって <laughs> <laughs> ありがとうございますでもゆういよその話大好きありがとうございますそして1位の方あやこじさんありがとうございます アイナイバーだっありがとうございます。<laughs> 大好きですあ今がそれともそのエピソードが <laughs> どっちも <laughs> ありがとうございます。ちょっと一人の肩ですね。あのこの方も十六あの AKB さんの十六授力の時から応援してくださってて、まあ、からと言っても飛び飛びでなんかなんか。なんか 空白の期間がなんかま、まあ23回あったりなんかあったりなんですけど私何だ多分初めて私を応援してくださった同性のファンの方だと思います多分わからないけどすごい8年 2016年7年半くらいかなありがとうございますなん,なんか7年半って考えたらなん,なんだろうえっ何て言えばいいかなでも一番一番覚えてるのがあのってこれちょっと自分の恥ずかしいんですけど おしゃべり会オンラインおしゃべり会に来てくださった時に音声トラブルでどっちかな多分向こう私の声は聞こえるけど向こうからの声が届かないっていう状況になった時があるんですよ。でその時に私なんかもう。 めっちゃ申し,訳申し訳ないなって思いながらもう頑張って、あのー、お話ししたんですけど私の声がよかったかそうなんですよ。そしたら後日それをすごく褒めてくださってそのなんかお褒めの言葉が本当に嬉しくてなんか夢褒められるの大好きなんですけど <laughs> すごい褒めてくださってスクショしました。 <laughs> それをすごく覚えてる私がオーディションに落ちるたびにすごく悲しませてしまったけどそうでもさしかもさ私思って気づいてたんですけどオーディション期間中に応援してくださった方って あの3割のいやもっとですか2割あ割方のファンネームになっちゃう2割ぐらいの方しか継続して応援してくださるあの継続して応援してくださる方ってリアルに2割ぐらいなんですよ。 みんななんかやっぱりオーディションオーディション生が好きなのかしらあの新しい子好きでだからまでオーディションの頃から応援してくださる方って本当に貴重なんですけど <laughs> その中のお一人です。 ありがとうねもっとたくさん思い出作りたかったなっていう気持ちはあるんですけどとても長い付き合いの方。ね <laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございますでもさなんていうのなんかこう今ダイジェストでしか話してないんですけど本当にもうみんななんか今なんかみんなのこと友達だと思ってるからなんか。 一人一人ずつ本当に <laughs> なんか一人1人うん一人一晩語り尽くしたいなんかみんなと話せなくなるの寂しいな う <laughs> んみんなと <laughs> みんなとハグしたい。 みんなのことで友達だと思いすぎててだるまと星しさまありがとうございます <laughs> ハッシュタグサバチャットでおぎいします嬉しい 本当によかったです私加入できてありがとう。 お花ありがとうございます <laughs> 今日最後みたいなのやめていや本当になんか毎日最後だと思っちゃう <laughs> 卒業発表してからまあ2日しかっ,たってないけど <laughs> でもそなんかそうなんか 皆さんと出会えてせっかくだから <laughs> せっかく出会ってなんかなんだろうせっかくこんなにい,いっぱいたくさんの方と人間関係築けたのにこれでさよならしちゃうの寂しいから。 なんかこれからも仲良くしてください <laughs> なんかみ <laughs> <laughs> なんかかみんなのことを本当にさ人間として <laughs> 好きだから <laughs>。 だからこれからも友達でいていましょう友達でいましょう <laughs> ごめんちょっと恋愛は無理かもしれないけど <laughs> 友達でいましょう <laughs> やばいフラフラれた。 ごめんなさい一番恥ずかしい流れで <laughs> 結婚してごめんちょっと恋愛は無理なんだね <laughs> ママにもよろしく伝えておいてね <laughs> いやそうなんですよ私の母って すごく私の活動をずっともう,もうずっと見守るタイプの見守ってくれるタイプの母だったのでショールーム来てくださる方もよく X で私のことをつぶやいてくださる方も全員認知してます多分私の母と私なんとかさんがさんみたいな言ったら全員分わかると思う。 結婚してすみません、恋愛は無理なんだね <laughs> ありがとうございますすみません皆さん、五分過ぎた後、泣いてください 顔認知されてないからセーフあでも母になんかそういう横断幕の写真とか見せたことあります <laughs> この方は何さんなの あこの方はなんとかさんだよ <laughs> <laughs> 劇場でも見られてたらそうですね母の隣に。 余裕で白白サイン持ってくださってる方とかいらっしゃいますからね <laughs> 年収と職業報告しない,いけどな,なんかお見合いお見合いしようとしないで。<laughs> <laughs> なんかなんか不思議な気持ちなんか <laughs> みんなこんなに。 ななんか、なんだろうこんなに明るく話してくれて嬉しい。 もなんかそうなんか書類間違えた返信で本当になんかもう立ち直れないよみたいな返信を読むたんびにすっごく心苦しくなります <laughs> でもいるから安心してもう衣装に袖を通すことはないけどあとさそう あのこの間アイドルとしての夢が叶ったっていうお話をしたじゃないですかそしたらなんかすごくあの「実は私もゆめちゃんに救われたことがあります」みたいな返信を いいいくつかいただいて私全然知らなくてそんな皆さんがそんなにあのなんて言うんですかそ皆さんなんて言うんだろうそんなことを全然知らなかったんですけどそうあのこういうことがあって姫めちゃんの。 存在にすごく救われたんですっていうお話を書いてくださった方が数人いらっしゃってえ私こんなにこんなにたくさん夢叶えられてたんだって思ってますます嬉しくなりました。 もうそれを見るたんびになっちゃいそうだった <laughs> なんか本当にこんなに素敵な職業に就くことができてよかったです。 やばい今これから1か月間 <laughs> ずっとこのテンション感で話すのかな <laughs> どうしようみんな胃もたれしちゃう多分さすがにちょっと次の配信からはラフに話します <laughs> 本当によかった <laughs> 消器強強いいのでで大丈夫です <laughs> 心<強い笑>とりあえず次回ゆな子との面白いエピソードかなってあの最初さ最近さゆな子になんかドレスの相談とかをしててゆな子って本当にイラストうまいしセンスがいいので。 相談したくてでなんかノートにまとめたりしてたんですけど、の <laughs> ゆな子の line のね。ノートじゃないですか？の時のノート機能,ト機能開いたらなんか？34年前くらいになんか夢の配信みたいなのでしたんですよ。ショールーム劇場でしっかり綿密な。配信計画立ててしたことがあって、夢の配信って言ってで、その時のその時の。 夢夢の面白いエピソード集みたいなのをなんかネタ帳みたいなのを作ってメモノートに残しててそれをこの間チラッと見てしまって恥ずかしかった恥ずかしくて読んでられなかったけどめっちゃ可愛くないやってることネタ帳作ってた。 懐かしい。めっちゃ見たい。ちょっと今度どっかに出た書き写しとく。なんか微笑ましかったです。恥ずくて見てられなかったけど。すごいね。なんか五年半って本当に長い。 それ伝説もさかのぼりきれないくらい増えるわおとといのショールームとても弱かったので文字起こししてツイートさせていただきましたありがとうございます嬉しいですちょっと待って夢の存在自体がねタちょっと待ってどういうそれってどういう意味 ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。今待って。めっちゃ嬉しだったんだけどさ。ちょっと待って。やばくないちょっと待って。だった。間違えた。<laughs> めっちゃ嬉しかった。え、待って。今、今、今、み、今さ、夢がさ、パニック、一人でパニックってることみんな理解できるちょっとちょっとて。ちょっと待って、<laughs> ち,ょっとち,ょっとちょっと、あのさ、待って、待って、待ってっていうのも待ってほしいんだけど。<laughs> ちょっと待っても、ダメだ、どうしよう。<laughs> 違うの、ゆめさいや。よく言うよね、ちょっと待って、待て、待てないよ。ん待、ま、って、ちょっと待って、ああ、ちょっと、やだ、どうしよう、助けて、ループ。夢 <laughs> 本当に口癖なの。<laughs> ちょっと、またちょっと待ってて、そう恥ずかしいよ。恥ずかしいよ。 ありがとうございます。恥ずかしい勝手に <laughs> こんな一人で大盛り上がりしてごめんなさい恥ずかしい <laughs> 顔から火が出そう。何今の怖たこありがとうございます。<laughs> 怖かったごめんなさい今自分が怖かった本当に。 やだやだハートありがとうございますダルマとココアもありがとうございます怖かった自分がどうしようショイルーム何,何時に終わろう え、どうした、でも、ここまでやったら、十二時までやった方がきりいいですか。可愛い,い、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。みんな、ありがとう、月曜日。なのに。 卒業したら12時過ぎてもできるそうなんですよね <laughs> 基本的に夜の方が活発なので ショールームは続けないですショールームはあの撤退させていただきますショールームじゃなくてインスタかティックトックですねだるまとかわいいありがとうございます 面白系 TikTok をあげたくて <laughs> あのバズりたい願望があってなんかなんかさ面白 TikTok でバズってみたくて私野望なんですけど。

なんかいろいろ今はいろいろなんか野望がいろいろあって楽しみですハートありがとうございますそういうねさ みめすっごくバイトがやってみたくてバイトしてみたくてそれも楽しみ夢 <laughs> はドーナツ屋さんで働きたいですドーナツ屋さんとかパン屋さんあとコンビニもやってみたいし あと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 なんだろうあとなんだろうあバーいっつもやってみたいなでも多分自転車で倒しちゃうから <laughs> ダメだ やっぱり食べ物系はいまかない目当てであとなんだろうなんだろうなんだろう思い浮かばないよあとなんだろう みんなみんな何、何のバイトしてましたか <laughs> あ、おす司屋さんいいねあ、お惣菜屋さんいいねやばいまた食べ物じゃんはたありがとうございます あファミレースもいいねあ牛丼屋いいねうわお腹空すいてきちゃったうわ牛丼食べたくなってきたよ今日牛丼食べたかったんですよねラーメンと。 いいねえ。トイザラスいいないいねトイザラスにしよう決まりなんか幸せになれそう子供の笑顔を見て わケンタッキーいいないやダメ多分め食べちゃうもん売れないスタジオアリスでカメ子うわ夢絶対得意な自信あるだって夢存在がアンパンマンだもん 母からもお墨付きのアンパンマンみんなこれさ何回でも今これすっていくんですけど私ちょっと自分で言うのもあれなんですけど私とにかく幼稚園児にモテるんですよ本当に幼稚園児にモテるんですよで それをねなんか保育園との交流とかたまにあってですっごいもうねもうすごい気難しい男の子でも私の膝に座ってくるんですよもう,もう石投げちゃうみたいな子で <laughs> ももう本当になったついてくれるんですよ。でそれをね 家に帰ってきて母にルンルンで報告するじゃないですか「もう夢って本当に幼稚園児にモテちゃうの?」みたいなの言ったらなんか「アンパンマンの顔って子供が好きな黄金比なんだって」って急に言われたんです <laughs> つまり皆さん 母が言わんとしていることが分かるでしょうかアンパンマンと私って似てるよねって <laughs> 言いたかったらしいですそんなことある <laughs> キャラクター全般似てるよねねねあのねゆめねマリオ顔なんですよね。メンバーによく「お父さんじゃお坊さん似てる! <laughs>」いや <laughs> そうかもしれない <laughs>。なんか夢んかメンバーによく言われるんですけどなんかメンバーでさマリオ一緒にプレイしてるじゃないですか。 えこのキャラ夢に似てるねみたいなのがいっぱいあって最近言われたのは何だっけなあのさクリボーの仲間みたいな。クリボーに似てる。 これだ。クリボン。うん、クリボン。なんだっけな、ぜ、違うな。ドッスンは、ドッスンも似てるって言われる。ドッスン、私の辺側がドッスンに似てる。なんだっけな。 なんかね、クリボンに似てるマリオのキャラがいるのよ。えなんだっけなあのね。 えなんだっけひのちゃんが名前特定してくれたんだけどさ3文字くらいだった気がするえなんだっけ待ってねあのねマリオパーティーでねやってたマリオパーティーなんだっけ 何色えっとね茶色待って特定したら言いますえ本ほんとあと5分だありがとうございますなんだっけな最近その子を見つけたんだけど私は私が「マリオ界」で似てるって言われるのはヨッシーとのこのことドッスンと。 なんだっけなあとあとキノピオとあとなんなら最終的にマリオも似てるよねって言われ始めて何,何がなんだろう がんこちゃんも呼ばれます待ってありがとうくまタワーありがとうぴょんさんありがとうちょっと待ってありがとう行けるかなと4分で思い出トークどうしようえどっち、と、がいい一人でマリオブラザーズ一人マリオブラザーズって呼んでくださいガボンちょっと待っていや違う気が 待って、でもこれも夢に似てるわ3歩 <laughs> でもない気がする待ってタワーの俺今度でもいいですか多分多分時間足りなくなっちゃうありがとう今度ちょっと見てる時教えてくださいありがとうございます少し押しとこうありがとうね 振り返ったよって言わないで。な <laughs> んだっけ、クリボーに似てる。チョロブ、え、それだった気がする。待って、全然三文字じゃない。 あここれれなないいじゃない <laughs> 違うな <laughs> んでこんなに興奮したの違った <laughs> 違った聞き覚えあがるだけだったこの子じゃない <laughs> ごめんなさい次回答え合わせ配信しますごめんなさい <laughs> 待ってバイバイバランキング読ませてください13位かんやとさんありがとう12位エムデンさんありがとう11位くにさんありがとう10位しんごさんありがとう9位たむひろさんありがとうあっかわっちゃったて呼ばれてない方いたら教えてほしい10位たむひろさんありがとう9位てるわきさんありがとう 8位、まみまみさん、ありがとう。7位、ゆきさん、ありがとう。6位、ぴょんさん、ありがとう。5位、ひんじさん、ありがとう。4位、まさゆきさん、ありがとう。大丈夫かな大丈夫だ。3位、まこちゃさん、ありがとう。2位、チューバーさん、ありがとう。そして1位、あやこじさん、ありがとう。ありがとうございます。呼ばれてない方いらっしゃいますか ありがとうございます。ちょっと絶対次までにマリオキャラ見つけとく。ありがとうございました。ありがとう。また次もちょっとあのタワーを俺から始めさせてください。ありがとうございます。ありがとう。おやすみなさい。夜遅くまで。ごめんね。いい目見てね。ありがとう。おやすみなさい。バイバーイ。